コバドンガの戦いは722年夏にイベリア半島北西部のコバドンガ近くの山中で起こったアストリアス王国のキリスト教徒軍とウマイヤ朝のムスリム軍の戦いである。アストリアス王国の建国者のペラーヨーを率いるアストリアス軍がアルクアマやベルベル人武将ムヌザ率いるウマイヤ朝軍を破った。この戦いに勝利したアストリアス王国は イベリア半島のイスラーム支配に対する抵抗の拠点となったため、小規模な戦闘ながら、レコンキスタの出発点とされる。711年、北アフリカのマグリブ地域から侵攻してきたムスリムのウマイア朝軍に、イベリア半島の西号東国軍は敗れた。国王、ロデリックが戦死した西号東国は、急速に崩壊し、718年に滅亡した。 イベリア半島北部のモサロベが書き残した旧世紀の記録によると、西郷との残党は、同年、貴族のペラーヨを指導者に選出した。ペラーヨは、西郷とをキンダスウィントの孫で、エギカオの重心ファビラの息子にあたり、アストリアスの主婦カンガスでオニスを、馬やアサへの抵抗拠点とした。イスラーム勢力が、 イベリア半島に侵攻を始めると、半島南部からの避難民や廃山兵は、半島北部に逃れ、北西部のアストゥリアスの山岳地帯に身を隠す者も、も多かった。ペラーヨは、こうした中から兵を募り、手始めに、うまいや朝への地図やの支払いを拒否して、ムスリム軍の小規模な守備隊を各所で襲撃した。抵抗運動が広がると、ペラーヨは、アストゥリアスの総督、 ムヌザを追い出すことに成功し、ウマイヤ朝の反撃を跳ねのけて、アステリアス王国を建国した。この王国は、イスラームの勢力拡大に対するキリスト教徒の抵抗拠点となった。アステリアス王国の建国から数年は、コルドバに主婦を置く、イベリア半島のイスラーム勢力にとって、北部の山岳におけるキリスト教いたずらの放棄は、大きな脅威ではなかった。 ウマイア朝の反応もおざなりで、ペラーよはしばしば、ウマイア朝軍の侵入を許したが、討伐軍が引き上げるとすぐに支配を回復した。この時期のウマイア朝の攻撃の主目標は、ピレネー山脈の北のフランスであり、山岳地帯の取るに足らない、反乱の鎮圧に咲くような人員の余裕はなかった。721年7月9日、ピレネー山脈を越えて、フランク王国に攻め込んだ。 ウマイヤ朝軍が現在のフランス・トゥールーズでアキテーヌのウードに敗れた。これは南西ヨーロッパにおけるイスラーム勢力の初めての敗北となった。敗戦の方をコレドバに持ち帰りたくなかったウマイヤ朝のアンダルス長官は帰りがけにアストリアスの反乱を鎮圧することを決めた。勝利は容易に支中にすることができ、ウマイヤ朝軍の士気も大いに上がるはずと思われた。 ラグラタデコバドーンが、レフギオデダンペライ722年、アルクアマトムヌザに引きられた、ウマイア朝軍がアストゥリアスに派遣され、芝叩く間にアストゥリアスの大部分を占領した。伝説では、この軍に、西ゴートの王族で、セビリア司教のオッパも同行しており、同じキリスト教徒のペラーヨに対して、幸福の仲立ちをしようとしたが失敗したという。アストリアス軍は、 険しい山中に退却し、大軍には攻めにくく防御しやすい狭い渓谷に立てこもった。ペラーヨは300人ほどの兵しか引き連れていなかった。コバドンガに到着したアルクアマは降伏韓国の使者をアストリアス軍に送ったが、ペラーヨがこれを断ったため、精鋭部隊を渓谷に送り込んだ。アストリアス軍は山中からの射撃で迎え撃ち、 戦いが最高潮に達した瞬間にペラーヨ自らが兵を率いて隠れていた洞窟からムスリム軍に切り込んだ。キリスト教徒側はこの戦闘でムスリム軍は恐るべき虐殺にさらされたと主張しているが、ウマイアーサ側の資料は小ゼリい程度だったと記している。ウマイア朝軍の司令官の歩くアマは戦死し、ムスリム軍は退却した。ペラーヨがムスリム軍を破ると、 ウマイヤ朝に征服されたアストリアスの住民は村々で武器を取って放棄し、敗走してきたムスリム兵士たちを殺した。コバドンが出の敗戦の法を受けたムヌザは敗山兵を吸収して軍を立て直したが、オビエド南西のプロアサ付近で増強されたペラーヨ軍と交戦した際に戦死した。イスラームの歴史家たちはペラーヨとその兵について匹の野生のロバ たった30人しか残されていない、異教と共に、何ができようと書き残した。しかし、この戦い以降、アスティリアス王国の独立が脅かされることはなかった。アスティリアス王国は、キリスト教徒によるレコンキスタの拠点となり、コバドンガの戦いは、レコンキスタの出発点と目されるようになった。ペラーヨガ兵士たちと共に隠れていた洞窟は、その後、サンタクエバと呼ばれることとなった。 ありがとうございます。